どうもー影やんです今日は知えー、こんなんかねあのー、例えば恐怖これだけじゃないんですけどもこれ以外にもあるんですけども、えー、こういう側面があると思っていただいたらいいかなと思うんですけども例えばその恐怖を覚えるとかね恐怖に感じるとか、えー、不安に思うとか。 いうことがあるかと思うんですけどもある人もいると思うんですけどもそれはね、えー、そのことをなぜこう恐怖に感じるかとかなぜ怖いと思うかとかなぜ不安に思うかっていうのはそのこと自体をね、えー、自分が知らないからですね経験をしてないからということが言えると思うんですね。で知ってしまえばね、えー、何も怖くない っていうか状態になるんですよね、えー、例えばそのアルバイトをね、えー、したことがないだから働いたことがない人がね、えー、アルバイトする前は、えー、ちょっと不安ですよ、ね、でなぜ不安かというと、えー、アルバイトをしたことがないから、えー、アルバイトをしたことがないから不安を覚えるんですねだからアルバイトをしてしまえばね、えー、その不安っていうのは消えるんですねで あと独立ですよね、えー、仕事で独立する場合もちょっと不安やったり恐怖を覚えたりすると思うんですけどもそれは独立をしたことがないからなんですねで独立してしまえばね別に独立したからってそんなにどうってことないというかなんとかなるというか、えー、そういう感じなんですけどもその変な無茶をしたらそいろいろあの問題が起こってきますけども、えー、独立することによってっていうのはそんなにねなんとかするんでね自分で あのそこまで、えー、恐怖を感じることはないんですけども、それもね、えー、独立した経験がないから怖いんですよねっていうことがあるんですよね。だからそのなぜねそれを恐怖をね覚える、えー、不安に思うかっていうとね人間にはその生存本能というのがあるんですよね。これが一番強い本能なんですけどもその、えー、なるべく長生きさせるためね命をこう長く 持たせるためにそういう生存本能というのが働いていてですねその何かその違うこと今までの生活と違うこと新しいことをしようとするとですねその不安を覚えたり恐怖を覚えたりすることによってですねそういうことを促すことによってですねあのその行動をさせないようにですねでしなかったら安全やというふうに思うんですよね。そそそののためにでですすねねううういいい本能がついてるということこ、ね、だからその そういう風に人間はなってるっていうことを思っておくというかあのしっかり理解しておくことですね。だから不安とか恐怖っていうのはあのそういう本能から来てるんやなという風うに思っていただければなという風うに思いますね。うん、だからそのそういうことがあるっていうことを分かった上でね。 えー、そういうことが起きるっていうことを分かっていただければいいかなと思います。ということで今日は、えー、知らないと、えー、知らないと恐怖を覚えるということですね、えー。ということについてお話しさせていただきました。なんか今日ちょっと説明が下手くそですねなんか伝わってないような感じがするんですけど、えー、そういうことです。ということで今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます